日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。本日はこちら、松屋のうな丼と牛めしのコンボ丼を食べたいと思います。だって今日は当然撮影日は違いますけど、映っているのは7月30日牛土曜の牛の日だからね。だからうなぎ買ってきました。あとなんかタレとか、あと山椒もありますね。でこのうな丼はもう一つ梅だしっていうのもあるんですけど、残念ながらその梅だしの中にはきゅうりが入っているので、自分はきゅうり食べられません。なんというわけで申し訳ありませんが、それはもし気になるのでしたらあなたが食べてレビューしてみてくださいね。なんか傾く？まあいいか。で、はこのタレとか山椒もありますが、まずはそのまま食べていきたいと思います。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。肉とうなぎを一緒に食べると、そうですね、かなりスタミナはつくかなとは思います。ただね、結構タレとかも混ざるので美味しいかどうか、そこはちょっと好みかな。まあ、自分は好きですけどね、タレのついたお肉っていうのも。ではなんて言ったらいいのか。そうだ、うなぎはふっくらとしていますし、お肉もしっかりと旨味が染み込んでいて美味しいです。ボリュームがあるんですけど、結構パクパク食べられますね。これこうしっかり食べて夏を乗り切るためのスタミナをチャージしたいと思います。あなたは牛とうなぎどっちが気になりますか？コメントで教えてくださいね。詳細なレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。うなぎはとってもふっくらしていて肉厚で、噛んだ瞬間にうまみがじゅわっと口の中に広がってきました。うなぎのあの独特の味、1年にそう何度も食べる機会があるものではありませんが、だからこそ印象に残るんですよね。でそこに牛めしが加わると、牛肉のうまみと歯ごたえ、そしてタレの甘辛さが加わって、また違った美味しさがあります。同時に楽しめるって本当嬉しいですね。あなたも今年の土曜の牛の日、うなぎ食べましたか？もし食べられたのであれば、どこのうなぎなのか、食べられなかったよという方は来年こそは食べたいなと思ったらコメントで私に教えてください。もしかしたらレビューするかもしれません。というわけで今日食べたうなぎの松屋のうなぎは丼は5点とさせていただきます。どちらもですよ。それでひまわりのシンデレラかな、真っ白に。シンデレラもひまわりも確かに儚いかもしれませんね。ご視聴あ、というわけで今日あらさ、最後改めまして、今日は松屋のうな丼と牛めしのコンボ、それぞれ一つずつを食べてみました。あなたも来年の土曜の牛の日にぜひ食べてみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。